発見 TV プラス。どうも森本健太です。随分と寒くなってきましたが、皆さん風邪などひいていませんか？僕も喉が命なので体調管理にはすごく気を使っています。さて今回のテーマは、何が広がっているんでしょうか？瀬戸内海に浮かぶ小さな島、尾道市の桃島、島にある空き地に人が集まり始めた。何やら線を引いているぞ。何してるんですかね。ここがこうヘリポートになるもんですから、そのヘリが降りるように今その設置をしとったんです。ヘリコプターが降りる場所ですね、はい、実はこの島に診療所は一箇所だけ、そのため島の人たちはいざという時の救命救急に不安を感じていたんだ。そこで島の救急医療を充実させるため、今年7月自主防災会のメンバーが空き地を平らにしてヘリポートを整備。ドクターヘリなどのヘリコプターがいつでも降りられるようにしたんだ。なるほど。まず救急艇で尾道からここの桟橋まで来て、それから桟橋からまた救急艇に乗って、向かい島の、あの港まで行ってですね、やっぱり1時間ぐらいかかりますね。そんなにかかってたんですね。このようなヘリポートはランデブーポイントと呼ばれ、ドクターヘリと救急車が合流する緊急の離着陸場なんだ。県内では行政だけでなく、このように地域の人たちの協力によって増えつつある。県内であればおよそ30分でカバーできるドクターヘリ、救命要請があれば医師と看護師が救命医療現場へと向かい、患者に救命措置を行うことができる。昨年度は326人を搬送したぞ。国の調査によると、救急車で搬送した場合と比べ死亡者は 39% 減少、後遺症患者は 13% 減少しているんだ。救命効果を上げるためには、できるだけ患者から近い場所で救急車と合流し、医師の治療を開始する必要がある。しかしランデブーポイントは運行開始から県内570箇所にまで増えてきたものの、まだまだ足りていないのが現状なんだ。主には学校のグラウンド等になりまして、なかなか現場すぐ近くにはドクターヘリが着陸できていないのが現状です。今後ますますドクターヘリのランデブーポイントが増えていければ、より迅速なドクターヘリの対応、より迅速な病院搬送、こういったことが行えることによって救える命が増えていくことに期待しています。県では今後もランデブーポイントを増やして、ドクターヘリによる救急医療の充実を図り、安心して暮らせる地域づくりを進めていくぞ。一人でも多くの命が助かるように、ドクターヘリの活動の輪がもっと広がってほしいですね。広島県からのお知らせです。年末年始、広島空港へのアクセスで高速道路の渋滞が予想されます。広島空港ホームページでは渋滞予測を掲載。リムジンバスや自家用車を利用の場合は時間に余裕を持ってお出かけください。今月23日まで県立美術館にて、広島が生んだデザイン界の巨匠エクアン・ケンジの世界展を開催中。現代のインダストリアルデザイン界を代表するエクアン・ケンジの世界をご覧ください。広島発見 TV プラス、次回も水曜夜をお楽しみに。